はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はですね、こちらね、台東メモリーズ下巻ですね。はい、こちらね、前ロシアンルーレット方式でね、いろんなゲームをね、プレイさせていただきましたけどもね、まだやってなかったゲームもね、残ってましたんでね、それをプレイするとともにね、もう一回ちょっとね、チャレンジしたいゲームというのもありましたんでね、やっていきたいと思います。はい、ちょっとね、もう一回ね、やり直したいっていうのもあったんでね、それでやっていきたいと思いますね。はい、これもプレイしたな、これもプレイしたな、これちょっともう一回やりたいんですよ、クレイジーバルーンね。はい、あまりに開けなかったんでね、前やった時ね、もう一回ちょっとね、せめて1面ぐらいクリアしたいですよね。あー、早っ、難しいわこれ。これね、風船動かしてね、こう当たらないようにして、風船割れないようにね、上までこう連れていくやつなんですよね。これ、あー、むずいなこれ。ちょっとむずいな、思ったよりな。一面でもこの難易度か。これぐらいか。これ下はあれなんですよね。下は別に当たること考えなくていいんですよね。あ、これ難しいな。ここね、これぐらいか。これぐらいね。で、この辺ぐらい。うお、ギリギリや。ここ難しいな。こうやっていう感じか。こういう感じか。こういう感じか。これでゴールちゃうの？ここ、ああ当たってもだ。ゲームオーバー。これむずいなぁ。一面もめちゃ難しいやん、これ。エンド。ちょっともう一回、あともう一回入れますわ。でもね、シンプルですけど面白いですよ、これ。あ、これ下もあかんのや。これ下はもうね、風船じゃないよ。この下の根っこの部分当たっても大丈夫かと思ってたけど、これもわかんのやね。これこっちから行くのは難しいもんな。そうやな。狭すぎて難しいな。これはむずいで、おい。こういう感じか。おお、危ね。緊張感ありますね、これ結構。こういうことか。さっき惜しいとこまで行った気がするんですけどね。おお、いけたんちゃう、これ。いけましたね。次2面ですね。うわ、これも難しそうやな、これ。うわ、しかも動くやつ、障害物あるんや。これは厳しいな、これ。瞬時に行かなあかんってこと、これ。あー、あかん、むずいな。これ、あー、でもなくなってる。潰したってことか。当たったことによって倒したみたいなもんで。うん。あー、あかん。終わったかな、これ。あ、終わった。はい。はい、じゃあ次行きますね。これも終わったな、これやったな。これやってなかったんちゃうかな、ワイルドウエスタンね。やってみましょうか。あ、こういう感じか。これ何するゲームや。どういうことこれ。あ、
これか。この牛みたいなの動かすのか。牛っていうか馬やね。あー、やられた。これ真ん中の電車みたいなやつを動かすのかと思ったな、これ。この牛というか馬みたいなのを動かすのね。競馬のゲームなんや。競馬のアクションゲームってことか。斬新やな。あんまりなかったですよね。でなぜか撃ってくるわけやね、向こうの馬がね、こっちに向かって。どう見ても牛にしか見えないな、馬という。敵が入ってきよった、こっちに。こっちの陣地に入ってきた。音楽はなかなかいいですね。神曲ですね。おお、寄ってきよるんやな、これ。ああ、向こうに戻ってった、あいつら。まあ、ここにいる限りはあいつらの攻撃は当たんないですからね。でも下がってきたぞ。あ、入ってきやがった、まだこいつ。あ、また戻ってった。これサボテンとかに当たったらダメなのかな、どうなんでしょうね。ちょ、障害物ですよね。これ倒さなあかんとか、なんかこっちの何もできないもんな。ほら、一緒にここ入ればいいってこと。おお、やば。これは難しいな。こっちに狙って撃ってきたら避けなあかんからね。これでこっちまた戻ればいいや。まあ、あれがボス戦みたいなもんか、言うたら。今のがね。あ、入ってきやがった。また一匹入ってきた。2匹入ってきた。これさすがにね、当たったらダメでしょうからね。よしよし。意外と続いてますね。うわ、いっぱい入ってきたぞ、これ。あいつら。おお、撃ってきやがった。こっち行きゃいいか。
の場合は。出てきたぞこいつらが、なんかあー戻ってきた、俺らも、俺も戻ろう。おー残ってるやついるやん。この辺くらいからちょっと難易度上がってくるってことか。これあー入ってきた、入ってきやがった。うお、やば、真上打ってきたんだこいつ。ちょっと待って、きついなこれ、やばいな、これやばいぞマジで。よし逃げろ。うお、やば、危ねえ。よしよしよし、避けれたな、なんとか。今入ってくるんやね。これこっちは攻撃できないねな。何ボタン押しても出ないもんな。ほんと避けるだけのゲームかこれ。音楽はノリノリでいいんですね。この電車みたいな壊れないのかな、こんなに撃たれて。この電車みたいなのがあるからなんとかね。おお危ね、助かってるわけですけど。あいつらが人に見えてきた。あー、またボス戦みたいなんや。これはね、もう避けるしかないんですよ。うわー、あー、食らった。あ、でもいけたか。あ、いけた、いけた。でもこれ、あー、そうか、人がいなくなったから、そうか、死んでもうたんやね。あ、ゲームオーバーですね。結構でも続きましたね。はい。人がいなくなったら、牛だけになったら終わりってことやな。操作できなくなるからね。はい、じゃあ次ね。これはやったな。これもやった。これもやった。やった。やった。これもう一回やりたいと思うんですよね。ラスタンサーガ2ね。ちょっと前回のプレイの時あっけなかったんで。はい、これ第2弾ですよね。これね、これメガドライブとね、PC エンジンにも発売されてますね。ラスタンサーガ2ね。でもこれ、1の方が出来いいですよね。ラスタンサーガね。1の方が面白いんですよ。どっちかっていうと2よりね。あ、やばい。これ死ぬときね、この主人公、骸骨になるんですよね。骨になっちゃうんですよ。残酷だしね。これね、ジャンプしていけるんか、これ。届かないよな、これ。頭打ってまうんですよね。あー、死んだ。そうそう、ご覧の通りですけど、骨になるんですよね。死ぬときね。やば。うわ、強えな、こいつ。結構難易度高いんですよね、このゲームね。あー、また骨になった。もうこれ最後の残機でしょう、これ。難しいなあ。なんかパワーアップや、これ。あー、取れなかった。歩くのも遅いな、こいつ。じゃあ1の方が絶対面白いわ、これ。2
2の方が出来悪いやろ、このゲーム。うわ、敵多いな。うわ、こんなんどうやって、よし、よし、パワーアップ取りましたね。あ、これか、爪みたいな。まあよくね、これね、コンティニュー使ってよくやってましたけどね、PC エンジン版はね。やばい、メガドライブ版僕やったことないですけどね、多分同じだと思うんですよね、あとの内容はね。 PC エンジン版の方よくやってましたけどね。あー、しまった、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。ひと言ないな、回復とかないのかな。あ、これこうやって、あれ壊せないやん、これ。あれ、どうやっていくの、これ。なんか魔法みたいなの使えるんかい。使えないしな。あれ、どうやっていくの、これ。おいおいおい、進めないけど。なんか、うわ、これどういうこと。ちょっと待って、進めないけど、進めまへんが、時間切れになるぞこれ。上とか登れないしな。ちょっとセレクト、うわ、などうすんのこれ。こんなことある、この袋コーチみたいな状態になる。ちょっと待って、どうすんのこれ。届かないしな。この武器じゃダメってことか、これ。あ、できたできた、これか。下突きがあるんや。ちょっと当てにくいな、これ。下突きも壊れないし、これ。あー、死んだ、時間切れや。終わった。はい、次はね、これもやったやろ、これもやったやろ、これもやった、これもやったな。ガンフロンティア、これやったっけな。やってないような気もするな。やってみようか。あ、やってないわ、これやってないわ。シューティングですね。結構ね、台東ってこういう感じのシューティング多いですよね、なんかね。おお、びっくりした、これ。めっちゃ弾落ってくるやん。おお、これ多分一発で死ぬんやろうね、当たったら。おお、びっくりした。おお、中ボスみたいなもんやな、これ。あー、死んだ。うおー、結構弾幕あるね、これ。弾幕激しいな、これ。
おーっと、一面から結構激しいな、これ攻撃が。スタープした。スタートアップしましたね。ああ死んだ。ああ次最後の残機っぽいな。おお、びっくりした。ボスかなこれ。一面のボスかね。ああ終わった。これね、サッカーゲームですけど、これやってないんで、やってみましょうかね。はい。選べるのか、選手を。じゃあ、とりあえず、これでいいか。青い方が僕ですね。あら、おー、いきなり入れた。長いわ、言うのがゴールっていうの長いわ。いきなり入れたね。いきなりゴール入れられたな。あ、入った。結構入れれるもんやな。初めてじゃないけど、まあね、だいぶ前にやってますけど。まあ僕結構ね、サッカーはそんなに得意じゃないんですけどね。球技自体があんま苦手なんで、球技のゲーム自体あんまやんないですけどね。よし。あら、邪魔された。まあまあシンプルですよね。シンプルなサッカーゲームですよね。あ、取られた。おお、服、今服引っ張りやがったな、こいつ。うわ、難しいなぁ。ああ、キーパーに邪魔されたか。ああ、入れられた。喜びすぎやで。2対1ですね。おお。あ。え、これで終わり？これ勝ちなんちゃうの？これ2点入れてるから。おお、勝ったね。はい。ステージ2ってことやな。同じく青い方ですから、僕はね。白い方が敵ですね。あかん。いや、あんまりサッカーゲーム普段やんないですけどね。球技自体はやんないのでね。ゲームもね、本当の実践もどっちもやんないですから、僕は球技自体は。まあゲームでは、まあ、くにおくんとかのね、くにおくんシリーズのね、
競技ゲームはやってますけど、ドッジボールとかね、サッカーとかはね。それ以外あんまやんないですからね。ああ、でも邪魔されるな、結構。よしよし。そう。音楽がないんやね、このゲームね。いや、僕がね、球技のゲームやってるのはレアだと思った方がいいですよ。野球ゲームとかサッカーゲームっていうのはね、自分からあんまやんないですからね。ほんとレアですよ、これは。あんまり好きじゃないんですよ、球技ゲームって僕はね。ああ。ゲームセット。1点も入れられなかったかな。これゲームオーバーちゃうの。ああ、ゲームオーバーや。そうか。1点も入れられなかっただけでもゲームオーバーになるんやね。敵に入れられてなくてもゲームオーバーになるんやね。はい。あと1本ね、ちょっとやりたいゲームがあるんで。これですね。アラビアンマジックね。これをまあ、ちょっとね、前回やったとき、1機しかできなかったんでね。ゲームオーバーになるまでちょっとやりたいと思いますんで。これ面白いんですよね。主人公でね。もちろん女性でやりますよ。リサ。リサね。前もね、これでやったんですけどね。まあちょっとね、ゴールデンアックスみたいな感じのゲームですよね。ベルトコアアクションゲームっていうね、横スクロールのね。女の子なのに人を持ち上げられるってすげえな。まあ、結構僕こういう感じのゲーム好きなんでね、こういうちょっとベルトクアクション的な感じのゲームね。あ、落ちた。あれ一気死ぬんや。落とし穴か、あれ。もったいないな、ジャンキー一気なくなっちもうた。よし、あ、これ取るね。おお、罠やね。ボスか。ボス戦か、これ。お宝ば、ああ、死んだ。おお、雑魚出してきた。すげえな。魔法で雑魚出してくるんや。お、倒した。一面のボス倒しましたね。おお、なんか仕掛けって罠があるね。挟まれたら絶対これやばい。うわぁ、食らった。ジャンプで受けなあかんねんな、これ。おぉ。ファイヤーみたいに出た、今。
カズチも出たよ。おお、これもなんかあれですね、仕掛けというかあれですね。よいしょ。まあね、ちょっとまあアラビアの世界観のねアクションゲームで、あのセガにもねアラビアンファイトっていうゲームがね、こういう同じような感じのねベルトコアクションで あるんですよね。それとなんかちょっと似てるんですよ、感じがね。まああっちはちょっと格闘系の方がちょっとね要素が強いんですけど、アラビアンマジックとアラビアンファイトですから、なんとなく似てますよ、タイトルもね。二面のボスか。うわ、何これ。アシュラみたいな。アシュラやね。完全に。うわ、やられた。めっちゃ強そうやな、これ。おーい、死んだ。あー、ゲームオーバーや。はい。じゃあ、今回これで終わりにしますね。はい、じゃあこれでね、今回、全部ね、全25本ね、これで全部プレイしたことになりますんでね、はい、これで今回終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。